母さん、元気ですか？俺ね、一応ベッドバカの練習してみたんすよ。正直ね、うまくいったかどうかよくわかんないんすよ。でもね、いつまでもこうしてカズさんたちと遊んでたいんですけど、一応のね、区切りはね、やっぱ実況者としてはつけなきゃいけないんですよ。残念ですけどね、今日は奴を倒すまで終われません。はい、どうも、アンダーソンです。ですね、これ今撮影してるのね、2022年のね、12月24日でございます。お察しの通り、クリボッチでございます。猫がえらいことになってるね。前回ね、ベッドバッカーうまくいかずに、で、別の動画でね、ベッドバッカーの練習をちょっとやってみたんですが、あのワールドだとね、ベッドバッカーのダメージが入ってるかどうかよくわかんないんですね。ただね、やり方としてね、とにかくあいつが降りてくる前にやらなきゃいけないっていうことが分かった。それだけでもね、十分にね、私としては満足でございます。で、今からね、ベッドバッカーに行こうと思うんですが、その前にね、ベッドバッカー用に積むね、ブロックをね、ちょっと作っとこうと思うんです。というのが、エンドのブロック、あれ何ブロックっていうのか忘れちゃったんですけどね、エンドにあるあのブロックも壊れにくいんですけど、結局エンドラに壊されちゃうんですよ。なのでね、あそこの溶岩、あそこのやつ使わない方がいいか。ちょっとね、一度ネザーに行ってね、溶岩組んでからね、この辺にぶちまけて、カズさんからもらったいいツルハシで掘って黒曜石を2個ほどゲットしようと思います。このツルハシですね、効率強化がついてますけど、まあね、カズさんたちのおかげでね、装備とかもある程度揃えることができましたし、おかげでね、なんとか、まあ冒険が続けていれるなって感じですね。あ、バケツねえじゃん。バケツを、あ、クリソン仕様になってる。あれ？鉄台になってるな。あっちに置いてきた？鉄アホほど持ってたろ。ない。鉄台になってる。マジか。バケツ作れんじゃん。やむを得んな。やむを得ないので、今から鉄人をちょっとやろうと思いますが、その前に、もしかしたら樽の中に残ってるかもしれないということに気がついたので、確認してみましょう。樽。残ってない！というわけで、すまないと思っている。ごめんよ。ちょうど3つだ。なんか本当申し訳ないけども、無念の花は返します。そして先ほどやったよね、ここでバケツを作って、ちょっとネザーでマグマ組んでまいります。で、ちょっと組んで帰ります。で、ちょっと木の方に出て、ここでぶちまけ、あれ、ブロックがなきゃもしかしてぶちまけない？だったら向こうに行けばいいよね。こっちの石掘り場の沖にちょっとこの辺狙ってさ、あ、1個しかない、1個しかならんのでもう1個ちょっと取ってこないと、2個いりますからね、最低。ほい。で、この2つをホリホリしますよ。さすがにね、効率強化のついたダイヤでも黒曜石を割るのは大変ですね。というわけで黒曜石2つゲットです。カズさんたちはこれから寝るところですが、私は向かいます。それでは今度こそエンドラをベッドバッカーでやっつけようと思います。トゥヌルクラ。懐かしのエンドですね。ここでラグいのやめて、ドキッとする。さて、あの方が、うわ、いきなり撃ってきやがった。あいつはまだいいんですけど、こいつら、こいつらと目が合うと大義。あれ、あ、なんかぶちまけたね。前回落っことしたもん、とりあえず拾えるだけ拾って、この辺でやられたんだな。もう拾えねえみてえだ。ベッドがいっぱいある。で、あれ、あった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 、ちょうど降りてきよる。ああ、違う、そうじゃねえ、いてえ、ちくしょう。ツルハシがない、ツルハシがない。ぶちまけてたところがどっかわからん。ツルハシ、ツルハシ、拾った。パンを食べる。もうどっか行った、どっか行ったね。やばいやばい。そして黒曜石は拾えてない。しょうがねえな、どうしようもねえ。
俺装備固めてないね。ちょっとずつ装備していく。ちょっとずつでも急いで装備していく。そして手元をベッドにする。どこだ、どこに行けばいい。開いた。あいつ低く飛んでるな。くそ、黒曜石消えたね。1個そうそう食らわんよ。どこ行った、どこでガー言うてやがる。近い。まだ降りてこんか。降りてくるかどうかわからんけど、エンダーマンがめっちゃ追っかけてるな。まだ旋回しないね。やろう、悠々と飛んで回ってやがる。こっちをアラフィフのクリボッチだと思って舐めてやがんな。どこ行った、今目合ったかと思ったエンダーマンと。この状況でエンダーマンと遊ぶ羽目になることを、めんどくさいことはない。エンダーマンがうまくエンドラを誘導してくれたら助かるんだけどな。でももしかして降りてきた、一瞬降りてきたっぽいな。くそ、上から見下ろしやがって。間に合うか、ダメだ、間に合わんかった。で短いな、下にいる時間が。くそ、なんでクリスマスとこいつ、クリスマスこいつと俺一緒に過ごさなきゃなんねん。エンダーマンと目が合うことを避けるためにね、下向いてうろうろしてるから、なかなかあれが降りてくるかどうか見づらいものがあるんですよね。来た、ダメだ、クソ、なかなか練習のようにはいかないね。俺がハードモードでやってるんならしょうがないなって思うんですけどね、これノーマルでやってるんですよね。さほど難しいわけじゃないはずなんですよ。音よく聞いてね、撃ったら素早く移動するようにしないとね、食らうんですよ。こっちもね、東方で動きちょっと鍛えてるんですよ。あら、剥がれた、嘘。あー、黒曜石手に入っとる。この一発は仕方がない。よし、黒曜石2個詰めた。一旦離れんぞ。ベッドの爆発でブロックが剥がれるのやめてほしいな。危ね、後ろから撃ってきやがった。こっちもエンドラの動きを徐々に見切りつつあるけども、あいつもあいつで俺の動きを見切り始めたというか、学び始めてますね。焦るな、焦ってエンドラ止めがあったら最悪だ。おっと、エンドラじゃない、エンダーマンか。エンダーマンと目があったらとにかく最悪なんで、エンダーマンもいい迷惑だな。エンダーマンにとって実はエンドって最適の世界なのかもしんないですよね。環境的にね、こんだけ湧いてるぐらいだから。あぶね、正面から来た、食らうとこだった。おっと、ちょっとあの周り今近づけないですね。手強いな。最初の茶番も含めてもう30分ぐらいかれこれやってますけど、チャンスらしいチャンスが1回しかなかったな。あんな高いところからしっかりこっちの動き見てやがる。どうだ、音がする。あぶねー、発射音から着弾まで時間がなかったっすね。結構近くにいやがったんだな。早くしてくんねえの、酔いそうだ。次はどこだ、エンダーマンもしかして、なんだ、空洞音がする。エンダーマンもしかしてエンドラを倒すのはあそこが最適だと分かって、あの真ん中に集まり始めたんであるまいな。だとしたら厄介だ。あっと、誰か目があったか。邪魔しないで。なんか俺に怒ったりして怒ってるっぽいけど、恋はすれどもやっぱそうだな。お前と遊んでる暇なんかねえんだよ。装備がいいからあいつと目があってもまあ何度かって感じですけどね。やろう、降りてきやがらねえな。
立ち止まって位置確認してきたらしてたら撃ってきやがるな。あいつ達人だな。今のはやばかった。ベッド爆破なんてイカ様に近い方法で倒そうとしてんだから楽に倒さないとダメなんだけどな。やべえぞ。俺がいるからエンダーマンが湧くし、でエンダーマンが増えれば増えるほど討伐の難易度は上がるんですよね。くそこれ、エンダーマンいるとちょっとだけ、エンダーマンじゃねえ、エンドラ来るとちょっとだけ明るくなるんですよね。また見失ったな。敵が空飛んでるっていうだけでこんなにもやりにくくなるもんだろう。手ごえな。反対に回ってやがる。早いんだよなあいつ動きが。ちっ、危ねえ。でエンダーマンがずっと俺の方見てやがんだ。近くに立ってっと見るんだよねこっちをね。まだ降りてこねえ。これは長くなりそうだな。来るか。たあれー、中途半端にしか減らせんかった。あれ、あの上が焼けちゃダメだよね。せっかく降りてきたのにな。でいる時間短いしね。で思いのほかエンドラ硬いっすね。そうそう貴様の攻撃を受けたりはせんさ。やばい。危ねー。今のは危なかった。これさ、今思ったんだけど、もしかしたらあの、こんだけあいつの動き見切ってんだったらベッド爆発するよりクリスタル割って普通に倒すとか楽じゃね。あ、いけねいけね。仮にそうだったとしてもね、これのために羊飼いを要請したんだよ。全てはこの企画のためなんだよ。だからもうまあまあ前から決まってたんだよ。なんならカズさんとのオーシャンブロックワールドをやり始めた時からラストはベッド爆発だなと思ってたんだよ。そう簡単に企画潰されてたまっかよ。ほら、実況者なめんな。雑魚実況者とえ、わしも実況者の端くれだ。ちゃんと企画はやりきるで。クリボッチのアラフィフなめんなよ。シーマンに年老いて笑われたんだぞ、ほら。うっせんじゃんとか言われたからね。どこにやがる。降りてこない。まだ降りてこない。今ちょっと、こっち向かれたらエンダーマンと目が合うところだった。そこ集まんのやめてくれんかな。そこ集会所じゃねえんだよ。来るか。半分削ったよ。くそー、逃げろ途中だったから大したダメージじゃなかった。やばいな、ベッドの在庫が心もとなくなってきた。あの野郎、ここに火がつくのが厄介ですね。あそこ毒が溜まってんな。やばい。こんだろう。いいタイミングで降りてきたのにな。降りてくるタイミングで仕掛けれたと思ったんだが、そうでもなかったな。あそこにベッドがあるの邪魔だ。いけね。縁まで逃げてきちゃったよ。しかし思ったほどダメージ入んなかったっすね。やっぱり向きをもうちょっと気にしてやんねえといけねえんだろうな。言うてベッドバッグは難しいですよっていう話は聞いてるんですけどね。ここまで苦戦するとは思わなんだ。手強すぎる。こっち側にいたわ。まだ来ねえ。これ俺の手元のベッドがなくなって終わりなんじゃねえかな。だったら俺かわいそうすぎるよ。クリスマスの夜にみんなが楽しんでる時に、あ、置けなかった。腐ったね。危ねえ、真正面から顔を見るところだった。
いない。近く来たからかな、降りてくるかと思ったけど来ねえな。考えてみりゃあいつずっと上飛んでたら倒されることなんてほぼないのに、どんな気持ちで下に降りてきてんのかな。どっち撃ってんだろうな。わしを狙うとんのか、それともエンダーマンを狙っとんのか、両方かもしれないですけどね。姿の見えないところから撃たれるのが一番辛い。まだ降りてくる気なさそうだな。やば、資金だ、よく買わせたな。来たと思ったが違ったか。前回もそうだったんですけどね、エンドラの攻撃言うほど激しくないんでね、避けるのは避けれてるんですよね。自分のねしょうもないミスで当たったりすることはたまにありますけどね。問題はね、あいつがなかなか降りてこねえのと、降りてきてもベッドバッカーがうまく決まんないことですね。降りてきやがらね。空の敵に向かって攻撃するのってやっぱ難しいですね。常に敵対しているわけではないとはいえ、あれ置けなかった。やられた、しょうもないのにやられた。ちょっとオープニングでは倒すまでやめませんと言いましたが申し訳ございません。ちょっと収録時間も長くなってきたので今日もこれで終わろうと思います。で次はね、もうエンドラ討伐ベッドバッカーにこだわらずに行こうと思います。企画やり遂げるとか言うてたのにね、申し訳ございません。で射撃無限と耐久となんか良さそうな弓があったのでこれ直してね、で矢持って今度は普通にエンドラ倒そうと思います。なんかね申し訳ないです、本当に申し訳ないけどエンドラ討伐は必ずやり遂げますので、よろしければチャンネル登録等々よろしくお願いいたします。避けるのは上手なんよ、避けるのはね。でね、このカズクラさんと始めるオーシャンブロック生活、これ以外にはねマグ兄弟サーバーですとかね、自分のサーバーも持っておりますので、そちらのマイクラも楽しんでいただきたいですし、マイクラ以外のねゲームでもねホラーを中心にやっております。今ハマってるのはシーマンかもしれません。で実写のねコンテンツ、ジムニーのカスタムとか、あと楽器弾いたりとかもしてますので、ね、そちらの方も楽しんでいただけたらというふうに思います。それでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。クリスマスの夜にしょうもないものを見せて申し訳ございません。今回はクリスマス明けの週明けでございます。それでは今日のところはこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。クリスマス仕様のテストが虚しさをそそるね。